2月13日水曜日、時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM、 ミサヨのふるさと自慢、味自慢の時間がやってまいりました。映画監督の後藤浩一さんです。ようこそお越しいただきました。 ありがとうございます。こんにちは。どうも、映画監督の後藤浩一ですけども、映画監督っていう職種はですね、今あるんですけども、もうそういう職業はないというふうに言われてますけど。職業がない？ない。どうしてですか？業というのはその、なりわいですから、そのなりわいがもう今成り立たないと。なりわいがもう成り立たない。もう映画監督は遊びの世界です。遊びの世界、なってしまいます。そうですね、やっぱり残念ながら。そうですか。多分皆さん ご存知かどうか分かりませんけども、今日本の映画監督協会も、570人ぐらいいるんですよ。570人。はい。監督だけで生活を成り立たせてる人は、どうですかね、両方の手で足りると思います。そうです。本人はいいでしょうけども、本人はいいんです。家族は大変だと思います。ああ、そうかもしれないですね。家族は大変です。はい、多分。1946年8月16日の名古屋でお生まれになりまして、そうですね、小学校、中学、高校、大学まで名古屋の方で、お暮らしになりまして、そして、映画監督になるべくしてこちらの方に、東京の方に上京なさったということで、そうですね、よろしいでしょうか。はい。で、この映画を作るにあたってですね、もう高校の頃から自分は映画を作りたいんだって思われたってお聞きしてるんますが、もう僕は1946年ですから、戦後の、娯楽のない時期に、父親がすごく映画好きだったもんですからね、もう毎週のように映画館に連れて行かれましたから、そこでその暗闇の中でね、なんかこういっぱいフィクションの夢があるというんで、当然小学校中学校の頃は、やっぱり俳優さんになりたかったんですよ。いいなと思って。だから華やかな世界って思えたんでしょうか。つまり東映の時代劇を見ては、チャンバラごっこで遊ぶという、そういう世代ですからね、ところが高校になって、大島渚さんとか、今村翔平さんとか、そういう、日本で言えばそういったビッグな方たち、世代の方たちの映画を見たときに、映画っていうのは、作り手の思いが込められるそのものなんだなと、で映画を作ってるのはその監督なんだなと、いうことを、初めて分かるんですね。ですからその頃からやはり監督になりたいという思いは強かったですね。で上京なさってですね、ご苦労も多かったんじゃないかと思うんですが、もう僕の時代は、いわゆる5社ですね、東映、東方松竹等が、いわゆる助監督さんを採用してない時期でしたから、結局フリーランサーですよね。フリーランサーっていうと言葉はすごく聞こえはいいんですが、つまり無職ということですからね。ですから、映画の仕事をしながら、やっぱりある時期アルバイトもやりましたよ。そうですか。どかた仕事も やりましたし、だけどそういう時に思ったのは、でも、よく若い時の苦労は金で買ってでもしろと言いますけども、絶対しなければしない方がいい。しなくて済むならしない方がいい。もう自分の好きなことだけをこう できたらこんな幸せなことはないという、だけども、しなければ自分の思いが叶わないんであってならば、やっぱり そこは避けて通れないなと、いうことだと思いますけどね。助監督の仕事を何本かやる中で、監督に、昇進というか、昇進していかれるんですね。つまり自分が一本取るチャンスと、自分の企画を実現するということですね。ですから9年間助監督やったんですね。9年間ですね。で一番最初に監督が作られた商品、この作品っていうのが、マヒルナリナリというのが1978年。そうですね。ねえ、大体30歳までに何とかしようと思って出てくるじゃないですか。30歳までにね、はっと気がついたら31だったんですよ。これはいかんと思って必死になって、
やったのが、32歳になる、手前に作った映画ですね。映画1本とお撮りになるのに期間ってどのくらいかかるものなんですか？その最初の真昼なりに関しては、はい、もう1978年ですから、はい、まだまだ映画産業として今ほど、はい、疲弊してませんでしたから、それでもまあ1年半ぐらい企画を立てて、はい、シナリオを作って、はい、でそれをその、うん、会社に持ってって、はい、でこれで、やりたいということで、そこから資金集めをして、はい、で実際の撮影そのものは大体1ヶ月ですね。あ、1ヶ月撮影すれば大丈夫なんですか？いやいや、1ヶ月っていうか、まあ、その作品にもよるんでしょうけども、1ヶ月で撮影できるような予算規模の企画しか考えないから、ですから、そういうことですね、構想1年、撮影1ヶ月というのが我々低予算で、映画を作る独立プロの、テーマですから、でその真昼なりをお作りになりまして、その後不良少年、はい、これが、1980年、はい、でこれで2年、1980年ですから2年ですよね、2年、だいたい2年に1本みたいな感じなんでしょうか？そうですね、その間は、まあ、テレビをやったり、他の仕事はもちろんしてますけれども、真昼なりは金田健一っていう、新人でやったんですけれども、彼がその真昼なりで随分いろいろ賞を取ったものですから、それで東映の方で、金田健一でもう一本、一緒のコンビでやらないかというふうに言われて、それが不良少年、少年ですね。そうですか、ですから そこまでは割と順調にいったんですよ、順調に。まあ、作品作りにもご苦労なさることもたくさんあるかと思うんですが、一番ご苦労なさるってことはのはどういうことでしょう？やっぱり基本的にもう、なんて言いますかね、映画をやりたいっていうことは、自分のテーマ、やりたいテーマをで映画を作りたいと、つまりやっぱり自分がどう生きていくか、やっぱり人々がどう生きることが幸せかと、まあ、大きなテーマで言えばそういうテーマを自分で持ってるんですね。そのために映画を作るんだという、その自分のテーマと、制作費を集めるところの、バランス、やっぱり、ものを作るということと、生活の部分ということと同じように、じゃあお金を集めるために、どうしたらいいか、ね、つまり妥協すればいいってものでもない、妥協していいものが作れるかってそんなものではない、だから妥協すべき間合いと、つまり、まあ、なんていうか、若い時は喧嘩みたいなものだと思ったんですね。喧嘩、ね、喧嘩って、殴り合いの喧嘩っていうのは、危ない範囲と、遊びの範囲とあるじゃないですか、ね、でここから先まではやったら、お互いに危険だよと、まあ、それと同じで、どこの間合いで自分のやりたいものと制作費とのバランスを集めるかという、だから3億なきゃ取れないよというふうに言ってたら、永遠に取れないと思うんですよ。あ、じゃあ8000万で取ろうと、8000万で取るためには、じゃあどうしたらいいかというところを常に、バランスを考えながらやっていかなきゃいけない、その先に初めて映画が実現するというふうに思っているものですから、その部分が一番常に悩むところですね。僕は思うんだけども、映画っていうのは作りたい映画、それから作らなきゃいけない映画、から作れる映画、この3種類あるんですね。なるほど、なるほどですね、はい、だから、その中で、その時その時、どれをセレクトしていくかという、選んでいくかという、いうのが大変かなと思いますけどね。で、私がですね、監督 の映画を初めて見たのがですね、新雪国だったんですよ。どうもありがとうございます。そうなんです。やっぱり、見ていただいた方とお話しできると、なんか、まずは感謝の気持ちです。奥田瑛二さんが主演なさってましたけども、それを見たときにね、わあ、すごい綺麗なシーン、ただ一人で見たいなっていうシーンが多かったかなと思いますね。あれは新潟の月岡温泉でやったんですよね。やっぱり あれも1年延ばしたんですよ。前の年の1月にやる予定だったのを、どうも雪がね、その年はうまくいかないっていうんで、1年延ばしたら、
何十年ぶりかの大雪で、すごくやっぱり雪化粧が雪景色がうまく撮れましたね、雪が、うん、それもやっぱりラッキーでしたね。そうですか、今DVD なんかはでも出てますのでね、ぜひ皆さんか借りてね、ぜひ私は見ていただきたいなという映画ですね。そうですね、借りて見ていただくのもいいですし、求めていただわずか3000円ちょっとですから、レンタルじゃなくて、求めていただいて、そうですね。で、監督は名古屋のご出身で、お聞きしてますが、名古屋っていうと私なんかはエビフライってだからもしくは味噌カツとかね、そういうふうに連想考えてしまうんですけども、監督にとってふるさとっていうのは、まずエビフライって名古屋ないんですよ。なんですか？エビフリアなんです。エビフリアですね。名古屋エビフリアですから、やっぱりでもね、味噌カツと、煮込みうどん、煮込みうどん美味しい、味噌煮込みうどんですよね。やっぱり赤だし八丁、赤だし八丁、やっぱりどうしてもね、味噌は赤だしっていうのがね、身についてるね、食べるもんで言えば。だから必ず今でも名古屋戻ると味噌煮込みか味噌カツは必ず食べますね。それも外さないんですね。外さない、まず一食しか食べない時でもそのどちらかをチョイスして。じゃあお母様の味っていうのはどういうものなんですか？母親の味はね、カレーライス。カレーライス、なんでかというと、子供の時は野菜全く食べない子だったんです。偏食の子だった。あ、監督がですか？野菜一切食べない。ところがなぜか玉ねぎとか人参はカレーライスに入ってると食べるんですよ。それで母親が僕に野菜を食べさせるためにしょっちゅうカレーライスを作ってくれた。で、またそれがすごく美味しいカレーライスだから、いまだに食べ物の中で一番好きなのがカレーライス。実はね、私なんかもカレーライスをね、1回作ると2日ぐらい食べれるぐらいの大鍋で作ってくれたんですね、親が。で、そのお母さんの味って何言ったら、やっぱりカレーライスって言うんですよ。カレーライス、煮物とかいろいろあるけども、なんか何日間もそのカレーが美味しくてね、何日間も食べたって思い出がもうすごくやっぱりあるんですね。カレーもそうなんだけども、母親がね、そういう思いで僕に野菜をなんとか食べさせようと思ってね、作ってくれたっていうのを、いつも思い出しますね。ですね。今後もね、映画を作っていく上でですね、ご苦労もたくさんあるかと思うんです。で、今後のね、施策とかなんかあるんでしょうかね。ちょうど前の作品の小谷橋っていうのが、完成した日が 3.11 だったんです。で、新宿で、完成の、つまり試写を見てるときに、大地震が起きたんですね。で、やっぱりでももうその作品はそれでもう完成してますから、やっぱりその時に、つまりまだまだ今も何千人という人たちが、どこで亡くなってどうしたのか分からない、つまり魂の行方も分からないような状態でいますよね。つまり人間の死って何だろうかと、つまり人間ってどう弔うのが一番人間らしいことなのかっていう、そういうのが自分の中ですごくありましてね、で、沖縄の離島では、いまだにまだ火葬ではなくて、風葬という習わしの中で人を弔うという、それの原作をちょっと読みましてね、で、それをもう少しラブストーリーをベースにしたものでやりたいなと思って、実は来週その沖縄の阿久仁島というところでやるんですけども、そこまでちょっとリサーチに、1週間ほど行ってくるんですよね。ですからこれを、できれば今年の夏にやりたいなというふうに今思って本を書いているところですけども、そうですか、もうぜひですね、楽しみに、この新作の映画ができましたらまたぜひこちらにお越しいただいてですね、またお話をしていただければ嬉しいなと思いますね。なんとか、まだ時間がありますから、あと5回ぐらい来れるように頑張ります。あと 5本ぐらいは最低撮りたいなと思ってます。もうね、楽しみに しておりますので、ぜひですね、この素敵な皆さんに夢を与える、その映画を撮っていただければなと思います。そうですね、はい、なんとか頑張りますんで、はい、また別に僕の映画じゃなくて、映画ってのはそういう意味で単なる娯楽じゃなくて、やはり
生きる糧になるものですから、はい、そうですね、できるだけいろんな映画を皆さん映画館で見ていただけると嬉しいかなと、そうですね、はい、ですね、お忙しい中今日本当にありがとうございました、はいはい、映画監督の後藤浩一さんにお越しいただきました。またぜひお越しいただいていろんなお話をさせていただければと思います。どうもありがとうございました。どうも失礼します。